ございます、ブラクラです。今日は福岡県北九州市の、小倉駅北側にあります、北九州市営バス小倉記念病院玄関前バス停に来ています。なお今日は2020年3月27日ダイヤ改正前日です。小倉駅新幹線口から乗ろうとしたんですけど、まあ、時間がありましたんで、一つ手前の、バス停まで歩いてきました。このですね、境町公園前と本屋町の間があまりに短くて、明日3月28日のダイヤ改正で今夜町バス停が廃止になります。なのでそのバスに乗ってみたいと思います。6時45分発、これ始発ですね、乗ってみたいと思います。今夜町バス停に着きました。本日のダイヤ改正をもってこちらのバス停は廃止になるんですが、特に廃止になりますような掲示はありません。さてところ変わりまして、この北九州市営バスの、境町公園前バス停と今夜町バス停について解説をしていきます。ここはところ変わりまして若松駅のすぐ近くの若松市民会館前バス停です。次は若戸大橋の近くの大橋通りです。この路線図の赤い線が北九州市営バスなんですが、小倉行きのバスはこの大橋通りバス停を出るとここから一気に若戸大橋を通って、さらにそのまま北九州都市高速道路を通って小倉駅の近くまで都市高速に乗ります。で、都市高速を降りたバスは紫川橋小倉記念病院玄関前で小倉駅新幹線口と止まりました。あとそこから小倉駅の南側を時計回りに回っていきます。小倉駅新幹線口から、浅香通り、米町、境町公園前、今夜町、丹波橋、クエスト前、そして北九州市役所前終点で、一部のバスは北九州市役所からさらに直通して小倉城、八坂神社、室町リバーウォーク、勝山橋、魚町、浅香通りと進んでまいります。でこうして見てみると、この境町公園前と今夜町の部分が正円ではなく半円になっているので、まあ、これも片方向しか運行されないということがここでも表現されています。それではですね、境町公園前バス停から実際に今夜町まで歩いてみたいと思います。3月27日6時59分ではスタートしましょう。というぐらい、本屋町バス停までは近いです。
で、本日3月27日の運行を最後に、翌日3月28日のダイヤ改正から、こちら今夜町のバス停は廃止されて、境町公園前に集約されます。じゃあこの動画はここで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。